ミニニャンコ、うますぎない。激似なんだけど。すごい似てたよ、ミニ先生。お世話になりましたみたいな。ミニニャンコロケット、ダブルニャンコ先生が。はい、どうも、アニメラクターの在前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。 見ていくのは夏目友人帳7第1話見ていこうと思いますはいといとうわけで始まりました「夏目友人帳7期」ですね今回から始めていこうと思います2024年秋アニメ「夏目友人帳の新作ということで7期やってまいりました もう7期に向けてではないけれども、夏目友人帳1期から6期まで見て、さらに OVA も見て、新作の映画まで見てというところで、もう夏目友人帳を摂取しまくり、もう大好きになったこの作品がね、ついにまた改めて新作を見ることができるという幸せをかみしめながら、今回やっていこうと思います。破片は売れうということなので、さあ何が待っているのか、破片とは何なのかっていうところですね。もうちょっと夏目友人帳はね、1話がね、何やかい火力高いんですよね。うん。 夏目の話か、玲子さんの話かっていうところ。あとは、にゃんこ先生の話。この三つがだいたい一気になったら取り上げられるから、まあ、玲子さんの話が分かっていくといいな。どうなんでしょうね。うん。まあでも、一話の火力はね、かなり高いので、ちょっといろいろと楽しみながらやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、新しい。自転車乗ってる わあ、いいね、もう、夏目自転車の話はもう泣いちゃうから。いやもう、やばい。夏目の自転車の話、一撃で泣ける説。うーん。あー、玲子さん。玲子さんが幸せになれたかっていうか、なん、なんて言ったらいいのなんか、本当に死んじゃったけど、死んだ時にいい人生だったとか納得して、 人生を振り返られたかっていうことだけが本当に気になるよ。さあ、またば一問。にゃんこ先生が、なびいてる。うーん。いいね。わーお。いいねー。あるか。あら、犬の会もいるね。 さあー、友達もいっぱいいるよね。いいねー西村、北本、滝ちゃん。あ、東子さん。全人類の母。いいねー <laughs> いいねいいね見守ってくれてるよ、ミスズも後ろで。いいねいいオープニング。さあ、行きましょう。ここはガラスが割れた音タヌマンとこなんだっけ八原 あ、割っちゃったあ、きっちり割りましたね。破片は憂う。さあ、破片、なんか、封印したツボかなんか割れちゃったかな名前返してる。あ、字幕つけてます。さて、ああ、<laughs> 寝てる <laughs>。 さあ,あらなんか御利益あるのへえすごいね。 あ、いっちゃうあらあらあら、すごい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 、すごいアクティブに逃げていくな。<laughs> ああ、どうするしげるさんに渡す焼き物やってたよね。<laughs> うん。ピアノ。あら、え、タルマ ピアノ弾けんのもう描写されてたかもしれないけどうんまあね律儀だねあまあそれもそうねおおなに粘土イカ食べてる <laughs> あーそれ混ぜる あ、作り、難度高くない一輪挿し。菊 <laughs> 練りにしていこう。あははははは。なかなか難しいね。一輪挿しも。うーん。あははははは。なかなかむずそう。でも意外と器用にやっちゃいそう。にゃんこ先生。 パイ生地と一緒にキクネリに。あ <laughs>、爪が <laughs>。可愛すぎるって、にゃんこ先生。ろくろないと厳しいよね。でも、こういう器って。あら可愛いいミニにゃんこ。<laughs> うますぎない激似なんだけど。<laughs> やばい、にゃんこアッパーが。あ、来た 坂盛りしないでくださいあ飛んでっちゃった自由すぎるな中級まあ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 あそうなんだ にゃんこ先生あら、パラーああ、桜の香りの酒。まあ、春じゃないと味わえないからね。一杯かなビンゴと行きそうだけど。どんちゃん。あらメ <laughs> ガハート。 あはははあ。にゃんこ先生自由だなわ <laughs> わおすごいスイーツ団子。かわいすぎる。いいのか猫が食べて。うん。 ああ、そうね。そうね。来てたかどうかはさておいてっていう感じだね。うん。そうなんだよね。恨みを買っていたりもしなくもないみたいな。でも恨みはそんなないか。うん。 全然薄くならないね、友人帳 <laughs> <laughs> さあ、うこさん。おなんだろなに何,何か探してるのあらあら、大変。 なんか、トウコさん若返ってないあ、出てきた。物差しを出すまでも。ん自然と出てきたうーん。気配感じない猫すぎる。ちくりと。 おガビオン <laughs> ガビオーン, <laughs> ビオーン <laughs> 危ないな <laughs> <laughs> あ。お うわ散らかってるあそう嘘なんかいるあっ田沼が気配は感じてないっぽくないねえにゃこ先生食べて。 あれミニ先生ねえすごいすごい似てたよミニ先生 <laughs> さあそしてこの肩にうんミニニャンコあああやかしがらみ定番の夢うん ババラバラになってない壺あのカンネシさんのとこの壺というかガラスというかあああやかしの気持ちが入ってるな夏目に。 うん。あやかしの夢だね。あやかしの見てる景色。おあら。あれ色ついてる。にゃんこ先生ちっちゃくなってないあ、やばい。サイズ感が。え意思を持ったあ、ミニにゃんこが。あ、ミニにゃんこが押し出してた <laughs> かわいいなあ。そうああそうかそういうこと。はい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 。 ああ、そうか。作ったものだからか。なるほどね。影響を受けたんだ。あのミニニャンコ先生が。ねえ。あの、破片の妖怪なのかな夏目の夢を見せた。ああ、かわいい。売ってほしい。 橋立てにしたい <laughs> 橋立てていうか橋置きにしたいあ橋置きになってるでも気ままに生きてるね目的があるわけじゃない可愛い,いね表情が可愛すぎるのあ 首を縦にねえそうかっていう感じおやばいミニニャンコ討伐にかかってるかもしんないあネズミというよりちっちゃいニャンコ先生だな 一つ無くなった。おなんだろう食べてるねえ。<laughs> 伸びをしてる。ねえ。襖を叩く。いるミニニャンコ。あ、お世話になりましたみたいな。 あ茶碗を持って帰るのミニ先生おお目があらあらあそうなの あ,あ全然。あ、でも茶碗。聞いてるようで話は聞かないね。あやかしは。茶碗持ってかれちゃった。まあでもそうね。なくなっていいものなのかどうなのかっていうところでもあるからな、茶碗は。ねえ。なに川渡る一寸星みたいに。 でも、大物なんだ。さあ、二期の黒にゃんこと言い、にゃんこ先生が絡むと大物が、引っかかるな。マジそうだよね、ひとたまりもないよね。 ごめん、字幕読んでるからダブルかも。え、でかいって、ちょ、あ、夏目パンチお、マダラ様。わーお、でも突っ込んでくるんだ。あえやばいミニニャンコロケットえ、強っミニ先生強っえ痛いよー <laughs> ね、ど、ダブルニャンコ先生がニャンコ先生、ミニ先生。ねえ、何者なの定山双方うん。あー、それが冒頭で割れた壺みたいな。あー。 そういういことはーうんすごいね <laughs> ていうか <laughs> 動きがかわいすぎる。 あーなるほどね。手伝ってあげる帰るのに。うん。はい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 。うんそうかそうか。あ割れちゃってない 変えられてないかやっぱりあーよくないあやかしがねえもう一回やったら砕けちゃうよさあ神社ださあナイスキャッチうん 優しいね、でも。補強。ちっちゃい腕だな、かわいい。そうね。しかも、にゃんこ先生、腕ちょっと短いからな。<laughs> 似てる。ああ、そうなんだ。それを見てたんだね、多分。ああ、そうなんだ。 へーうん好きなんだね鳥あ壺じゃないんだうんうん うん。すればさあ、来る。良くないのがやばくね、一気に暗くなったよ。したあやばい、ミニ先生 やばい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 。あ、なつめパンチあ、ぽろりと。キャッチやばいやばいやばい。砕けちゃう、砕けちゃう。大丈夫ナイス、着地。やばい、ひびが。あ、いっちゃうの 先生ミニ先生ああ、これだったんだ。ミニ先生、乗山放送。乗山放送 うわあ、神主さん。うわあ、優しいな不用意に怒ることはしないんだね。窓と一緒に割れちゃった。ああ、これが振,振り子時計。うん。 そうか、謝らなくていい。うーん。ああ。入ってきてるね。あ、ミニ先生ボロボロだ。あら <laughs>、言ってないね、多分 <laughs>。 でも優しいあやかしなんだねうんあうん動かなくてもボロボロだ 어 이승보씨 음, 음. いやー、やっぱりセリフがいいなー。あ、終わった。いやー、いいなー。いい !1 話からいいミニ先生、かわいいし。いいなー。いつの間にか動かないものが恋しくなったっていうところうん。ものに対する思いみたいなものが詰まってるわけじゃないですかね。 なんかいいね。あやかしとかそういうの関係ない距離の描写だよね。今期のテーマはそこら辺なのかもしれない。あやかしとか人とか関係ない距離感みたいな。超ビューでかいな。<laughs> さあ、また7期が始まりますよ。何話構成なんだろうね。後半からね、11話構成になっちゃったもんね。初期は13話構成だったのに。 ま、ストックとかもあるんだろうけどさ。わ、いいなあそばで、そばにいるんだよ。あやかしたちも。とうこさんたちには見えないかもだけど。やばい。こんなにかわいい話なのにさ心心打つんだよないや、最高。本当に好き。夏目治長制作委員会。本当に大好き。あ、五日かの庭。とうこさんへえー。 さあ、どんなしさあ、詩だはい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、1話から超いいわ。<laughs> 最高ですね。あったかいわ、本当に素晴らしい話だなというふうに思います、1話も。うん。まだあるんだね、こういうストックがねっていうところで、ミニ先生がとても可愛かったです。もう。 めちゃめちゃ可愛くないミニ先生。いや、いいな。欲しいってなっちゃったもん。箸置きにしたいわっていう風に思っちゃった。うーん。いや、いいよね。このさ、お振り子時計の前でカチ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 揺れてるのも可愛かったけど、なんだろう。あやかしなりの感性もまた可愛いよね。 すごいいいなっていう風に思う。振り子時計のことをさ、ずーっと好きでカチ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 鳴ってても楽しいって思ってたけど、でも止まってしまったら、やっぱり寂しいな、止まっちゃったんだっていう風に思ったけど、でも、やっぱり動いてる振り子時計よりも、あそこの柱にかかっていた、ずーっと流れを追っていた、ね、止まるまでの流れを追っていた振り子時計の方が愛着があるんだよっていうさ、すごいさ、人間的感性を獲得しているわけじゃん。言っちゃうと、にゃんこ先生って、やっぱり会話のできるあやかしだからね、細かく。うん まあ念を飛ばしたりはしてたんだけど、こうやって人間と会話したりしてるから、人間的感性っていうものも獲得してるわけですよ。でも、やっぱりあのあやかしいミニ先生は与えられるばっかりなわけじゃないですか。カンさんから色々と多分話しかけられたりとかもしてると思うんだよ。ねえ。割れた後にああやって話しかけてくれるくらいだから。ねえ。だから一方的に受けるだけの感じだったのに、気づけば何かを憂いたりするっていう人間的感性を獲得してたっていうところが、またちょっと趣うき深いですよね。うーん。 めちゃめちゃエモーショナルだなっていう風に思うわ、そこが。あーいや、だから、物とかも関係ないんですよね。つくもみ的なさ、あやかしなわけだけどさ、思いっていうものは何者にもあって、それをしっかり受け取る側と発信する側があってっていう感じが、めちゃくちゃいいんだよね。相当ね、多分、かんさん気まじめだったと思うんだよ。うん、真面目で、細かく細かく手入れとかもしてたと思う。多分、あの、ミニ先生のあの置物白い置物鳥のね。 あの置物を手入れしてたりとか思うんだけど、それがね、多分、にゃんこ先生じゃなくて、ミニ先生にも出てるんだよ、きっと。 ねえ、やっぱりいなくなる時には、ちょっとあやかしいるから、払ってから行きたいっていう風に思ったりとか。で、なんかやっぱり多分迷惑かかっちゃうみたいなことも思ったりするんだろうね。多分こうなってるんだと思うんだよ。うん。あーじゃあお、恩返ししなきゃ、恩返ししなきゃ、早く帰るには心配だからっていう、こう、ぐーってなってるところも、ちょっと多分、カンヌさんもそういうところあるのかなとか思ったりとか、つながりを感じるのがまたいいし、でも、あやかしとまた交わることで、ねあやかしとね、夏目が交わることで、また改めて自分を振り返る こともできたわけじゃん結構やっぱり人間的になってるなみたいなことを思ったりもしてそうやって思い返せばきっとまたどこかでまた帰った時にあの神主さんのことも思い出すだろうしいやーいいよなーいいよなーいいよね本当にうんいいとしか言えないから <laughs> あれなんだけどすごい言語化能力に乏しくて本当に申し訳ないんだけどそういうつながりみたいなものを感じるのがとてもいいですよね距離感っていうかねうん。 特にやっぱり夏目はちょっとあやかしと、ねえ、あやかしとは一応一定の距離を保ちつつ近くありたいなっていう風にに思ってはいるものの、そのラインがね、やっぱりこう、ね他の人との関係性を見ちゃうと、やっぱりどん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 近くなって心を通わせていっちゃうなっていう感じもあるよね。だから最初は茶碗を返せっていう感じだったけど、ねえ、茶碗は選別だから謝っておくよっていう風に渡したりだとか、いや、いいよな。最後のさ、一寸防止ミニ先生もめちゃめちゃ可愛いよね。うーん。 いやでも相当強いあやかしではあるっていうところではあったわけなんだけどうーんでもいいなにゃんこ先生とミニ先生の並びはすごい良かったなここにミニ先生が乗ってんのがめちゃめちゃ可愛かったわあーいやいいわもうもっと一緒にいて欲しかったよにゃんこ先生、うん、ミニ先生は真面目でいいよね <laughs> にゃんこ先生はちょっと酒にだらしないところがあるからな <laughs> そんな真面目なミニ先生とね、夏目が、こう、一時だけ出会って交わることで、この刹那の出会いもまた大切な思い出となって、こう、積み重なっていくのがまたいいし。うん、あとは本当にイコさんだよね。イコさんだよね。イコさんちょっとまたチラッと出てきたけど気になるよね。本当に。あやかしからは、まあ、慕われてはいたよね。うん、亡くなって寂しいなって思うあやかしはいっぱいいる。ま、あ恨みを買ってるあやかしもいるだろうけど、でも、少なくとも、やっぱりした、何、親しみを込めてくれてるというか、 ねえ、親しみを持ってくれてる人の方が多いから、人っていうかあやかしの方が多いから、ねえ、それに囲まれて幸せに亡くなることになったのかな人じゃなくてあやかしに囲まれて亡くなる形になったりしたのかなどうなんでしょうねうん。結局亡くなったって事実しかわからないからなうん。だから、レイコさんのね、今はのキワが幸せなものだったらいいな、ずっと願ってるんだけど、まだ見せてくれないよね。まだ見せてくれないよね。ねえ。 でね、こうやって、なんか匂わすわけじゃないですか。れいこさんはどうだったのかなって夏目は匂わすけど、あの、このアニメね、全然回収しないからね。<laughs> あの、匂わすから、今期で回収してくれるのかなってちょっと期待するんだけど、大体回収しないから、まあ、幸せであってくれと、もう多分、あの、10期ぐらいまで願うことになりそうですね。はい、というわけで、めちゃめちゃ良かった。今回もめちゃめちゃ楽しかったので、次回、えー、なんだっけ、いつかの庭。ということなので、まあ、シダ姫。あれ、多分、かやのさんだよね。また、花壇を作るということで、いいね。 藤原家及び夏目とのこの、ほっこりホームコメディというか、ホームドラマが待ってるんじゃないかっていうことでね。はい。楽しみにしていきたい。なんか、東子さん若返ってない東子 <laughs> さん、新しくなるたびに若返ってる気がするんですけど、にゃんこ先生はクールをまたご、またぐごとに、なんかでっかくなってる気がするんだけど、東子さんはクールをまたぐごとに、あの、若返ってる気がします。どうなんですかしげるさん。 いろいろと気になります。しげるさんだけはね、どんなクールも変わらないから、安心っていう感じではありますね。はい、というわけで、以上、夏目友人帳七、第一話でした。バイバイ。